ジオはかつて GM がアメリカとカナダで展開していた自動車販売チャンネルである。ブランドキャッチコピーは g e t 2 n の。当時輸入車が勢力を拡大していた小型車市場において競争力を高めるために企画されたチャンネルであった。1989年から1997年までシボレーの代理店を通して販売されていた。ジオは GM の数ある販売チャンネルの中でも、シボレーの回に設定されたサイレン化のチャンネルであった。設定された車種はいずれも当時日本メーカーで生産されていたモデルがベースとなっているか、または共同開発されたものであり、いわゆるバッジエンジニアリングにあたるものがほとんどであった。各社は GM がトヨタ自動車と設立した合弁会社であるのみ業務提携関係にあった。 スズキ、スズキと GM カナダの合弁会社のキャミ、かつてのグループ企業であったイスズによって生産されていた。販売ラインナップは小型の SUV、セダン、クーペ、ハッチバック等であり、日本車と同等の品質でありながら、北米産自動車として販売されていたために、車体価格は輸入時に課税された日本車に比べても安価に抑えられていた。これは、 完全に小型車市場の競争力に注力したもので、またこれらの安価な小型車は、セクレタリーカーと呼ばれ、購買層は主に若年層をメインターゲットとしていた。ジオは、シボレー代理店内で販売されていたが、シボレーとは別チャンネルとして展開していたいわば、姉妹ブランドとも言える扱いであった。安価なシボレー車のラインナップの中でも、 購買層を絞った別枠の車種群として設定された。そのため、ジオのエンブレムはその語源である、地球のシンボルの中心に、シボレーの膨大をあしらったものとなっている。この戦略構想は後に、トヨタが展開することになる、サイオンに通じる部分もあるが、結果としてこの住み分けは成功したとは言えず、ジオは、シボレーと同一視されることが多かった。 販売戦略自体はブランド立ち上げ初期のコンパクトカーブームもあり、当初は成功を収めた。しかし、ラインナップ車種でモデル更新が行われたモデルが少なかった、また別チャンネルによる同一クラスでのモデル競合の発生等による販売戦略の迷走、そして1990年代後半からの SUV ブームに販売が押された等の理由により、徐々に衰退を見せてゆき、 GM の経営方針の転換による販売チャンネルの統合、整理の折りもあり、1997年にはブランドとしてのジオはシボレーに吸収され、販売チャンネルは店頭から消えた。その後いくつかのモデルはシボレー名義で販売が継続されたが、2004年のトラッカーの販売終了とともに、ジオの系譜は完全に消滅した。ありがとうございます。